電気、制御機器の劣化を防止するコロシューター。コロシューターは制御盤内に入り込む腐食性ガスを除去し、制御盤内の空気清浄を行い、電気、制御機器の腐食ガスによる故障を防ぎます。コロシューターは下水処理施設、化学プラントや地熱発電所、製紙工場、製鉄所、食品工場から火山観光地まで、さまざまな施設で利用されています。これらの施設では発生した腐食性ガスが制御設備に侵入し、故障やトラブルの原因となっています。コロシューターは制御盤内に入り込む腐食性ガスを除去し、空気を清浄化することで施設の事故や故障を未然に防ぎ、施設の安定した操業に貢献しています。腐食性ガスは低濃度でも機器に与える影響は甚大です。特に腐食問題の原因となることが多い硫化水素ガスは、厚生労働省の安全教育規格では 10ppm 以下、 ppb 表示すると1万 ppb 以下での管理を要求されています。しかしながら機器の管理で必要とされている基準は10ppb 未満の濃度です。コロシューターはこれらの腐食性ガスを効果的に除去し、制御盤内のガス濃度を基準以下に保ちます。ガスが発生している施設での実際の稼働状況の様子です。ガス濃度測定器を設置し、制御盤内のガス濃度を監視します。開始1分で 250ppb から 100ppb 前後まで下がり、約20分で 10ppb 以下まで下がります。コロシューターの特徴は、除去フィルターに化学吸着剤を使用していることです。化学吸着剤は光触媒方式の5倍から10倍の除去性能があり、侵入してきた腐食ガスをあっという間に除去します。コロシューターの除去フィルターには米国ピュラフィル社の化学吸着剤を使用しています。化学吸着剤は腐食性ガスである硫化水素ガスを、化学反応により電気、制御機器にとって無害な物質に変化させます。不可逆反応のため腐食性ガスが再放出することはありません。コロシューターはお客様のさまざまな要件、要望に対応するため、サイズ、性能別に盤内設置型、室内設置型の各アプリケーションに合わせた種類、タイプを用意しています。過酷な環境で稼働し続ける電気、制御機器を腐食から守り、重要施設の安全を提供し続けます。